はい、できました。タイ、シタビラメ、ヒラメ、で、コウイカのお刺身と、ヒラメの、唐揚げ、で、唐揚げ、素揚げ、で、麻婆春雨、でね、市販の豚汁、これで食べましょう。では、いただきます。いやー、なんやかんや、小さな魚でさばいて、すごい疲れた。おいしい。まずヒラメ、やめねえんが、おいしいな。タイでかっ。あっ、おちゃん汗入れてたやつ。骨、あ、それ骨多いで、バグっていたかね、あの身だけが中の骨は言ったでかった、骨打ちたかね、うん、いか、甘っ、した、さっさ、うん、身、こう、こそげて、こう身でいかなかね、骨食べられることはないけどな。下ビラメちょっとでかっ、切ったはずが消えてなかったな、これはちょっと贅沢に。へえ、甘い、おいしい。下ビラメすごいおいしいな、刺身初めてやわ。まあ、あるため。うん、ご飯進むね。うん、ここ削って食べて、こうやっての。おいしい。ガリ。タイすごいうまい。え？タイ。タイおいしい？タイおいしいやろ。他の？これシタビラメ。これヒラメ。あ、縁側ヒラメ。つながってるな。そう、贅沢にタイのね、ドッとドカッと切ったやつをいきましょう。うまい。量がね、生臭いのわかんないけど、今日揚がりたてのタイ、古代やけどまだ美味しいらしいよ。ヒラメの縁側とヒラメの身と、美味しい。うん、俺はいける。お酒行きたくなるな。これね、気ぃつけたこの縁側のとこ美味しいわ。あ、ご飯さっ食べて、引き続き魚をいっぱいさばいていこう。
いやあ、下ビラメがこんな美味しいと思わなかった。下ビラメってムニエルとかそんなんしか使わへんから。美味しい。タイか、タイや。タイ美味しい。塩でもいけるわ。痛いよな。赤ちゃんは山道通るとき狭いから痛いんじゃん。そうか。でもあれや。骨もあれや、まだひっついてんやから。そうか。ふにゃふにゃやから。うん。言ってたけどね、うん。男の人が蹴られたくらい、あ、蹴られたくらい痛いらしい。あれ。蹴られた波がずっと続くらしい。大体、うん、って言ってる、うん、それがずっと続くらしい。めっちゃ痛いらしい。あれ痛いの。あ、これ美味しいな。ね、豚汁これ上に入れたやつ。美味しい。あ、美味しい。うん、美味しい。あー美味しいわ。やっぱり鮮魚市って今日の昼3時に上がって競りがあって、それを持って帰ってあのお客さんに渡すの。3時の競りで4時半、まあ高速通って1時間ほどで帰ってくるんだよね、泉佐野から。1時間かからへんのかな。帰ってきてすぐにもトラックから降ろすと同時に鮮魚市つんだけど、だからもうすぐ新鮮なんよ魚。そりゃ美味しいわ、刺身したら。もう店の人がね、みんなこれ刺身でいけんのとか、これどうのこうのって、何が一番いいの、もう刺身以外で食べやんといてくれ。刺身以外何で食べんのって言うとったよ、うん、これもう新鮮、うん、こんな新鮮なのなかなか上がらんって言ってか、普通店には並ばんって言って、うん、話したけど、こっちとか、あ、こっちじゃない、ね、チヌなんか生きとったからね。まあいつもやけどね、魚は生きてんねん。今ちっちゃい魚はやっぱり生命力ないから死んでんだけどね。うん、このね、鴨のあれがあるね、袋詰め放題があって、あれもありえへんからね。3キュッパ398円で袋入るだけ詰めてもいいって、結構大きな鴨やってんけど、しんどって、まあしんどってもいいんだけど、だから、うん、鮮度の良くないハモやって、まあ、食べられることないとは言ってたけど、食べられることないって、そんなむちゃくちゃ古いわけじゃないけど、で生きたハモと、その今日の、昼に上がったのと夜に上がったのとか、そんなやと思うけど、でなんか、うん、でそれは詰め放題。生きたハモは、おってけど、生きたハモは1匹5キュッパ、死んだハモは、詰め放題で398円で、悩んねんけど、あ、もうまあまあ、あの袋やったら5、6匹詰められてんけど、もうさばくの大変。こう多分今いっぱい買ったからさばくの大変だけじゃなく、誰も大変やん。なんだ、
骨切り。みんながもうやめてんけど、うん、同じ日にやるからね。同じじゃなかったら歯も痛いんやけどね。いいかもしれん。まださばけたさばくけどな、あるけどな。あしたい。つながった。で掴んだら、まださばけたらまだまだあるんで、食べんのやったらまださばいてくんで、待っとんのやったら。白身は優しい味する。白身は美味しいか、臭くないろ。赤身は無理やわ。赤身はあかんのかな。ちょっと時間をたまっていけるかな。食べ過ぎたかな。なるほどね。あかん。大トロも、じゃあ中トロも。ほら中トロ美味しいとったやん。確かに。トロ系じゃないやつもいい。何したらトロ系が。スタビラメのムニエルしました。いっぱいある。みんなにあげよう。バラマコ。消費税増税に伴って魚バラまきます。ご近所さんの視聴者さんと逃げてくれたらあげるよ。まあ鮮度落ちてるけどね、この動画言ってる間に。ほんやっぱガッツリはなった。どんだけ染み込ませんの。違うよ、落ちてんよ。パイ取れへん。漬けみたいなった。忘れ物やね。醤油一緒に流れ。めっちゃすごいな。何？え？結婚した人が、あれやねん、病院で同じ日に生まれた人やねん。だからこのお母さんとこのお母さん病院で励まし合いながら子供産んだやろ。このこれで、でこれで産んだ女の子と男の子が結婚して、めっちゃすごい。今度みきちゃんとこんなん出会いたいな。こんなに実は若いわって思うけど、すごいな。でこれでさ隣同士やってさ、ちっちゃい時から知っとったとか言ってめっちゃすごいよな。ちっちゃい時から知ってたあかんねん。いや知ってやらんかんねん。もうそれから出会いたいわ、もうずっと。離れるからこそ運命に感じるんやね。いや運命やけどさ、そんなんやったらさ、なんか幼なじみがな、もう結婚したって。いや幼なじみでもええよ別に。ほんまに近所の子でも何でもよ。もうもっと長いこと一緒にいたら、たった10年しか一緒におられんかってんで。誰やこれ。グーはないな、グーだけ残っとった。美味しかった。ごちそうさまでした。今日の
今日のあっちゃん家の晩ご飯、鮮魚市で買ってきたお魚と麻婆春雨やけど、使ったお魚トータルで100円かかってないんちゃうかな。100円でドチャって入ってたヒラメとシタビラメを、シタビラ2尾、ヒラメ5尾で、小さい6尾やったっけな、5尾やったっけ、6尾やって入ってたタイで3キュッパやから、まあ、100円ぐらいか、6尾か、6尾で焦った、もう数えなあかんけど、いや美味しかったです、ごちそうさまでした。はい、ということで今日のあっちゃんの、晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯、よかったと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。